Very good. Yes. Okay. あ、お疲れ様です。え、立松さんですか。おお、はいはいはい。あ、お久しぶりです。僕山下商事面接受けさせていただいて。え？はい。山下商事面接受けさせていただいて、はいはい、最終で落とされたんですけど、いやそれ以来で、あ、いやいや、プロミングしたかそういうことじゃなくて、はい。いえ、何したんですか。ごめんなさい、なんか。ごめんなさい、撮影してた。いえ、撮影もないよ、プライベートで。あ、そうなんですか。え、何してるんですか、メルボルンで。あ、旅行でね。あ、はい、そうです。ごめんなさい、最終面接。はい、いや、落ちちゃって。あ、ごめん、やっぱりね、大人数いるから、はい、やっぱ、ごめんなさい、覚えてなくて。いや、はい、普通にポジティブな意味で、なんで落とされたんやろなっていうのが自分の中でずっとあって。はい、いや、僕もね、アドバイスしたいんですけど、いや、はい、しかしすごい偶然ですね。あ、いや、びっくりしました。だから。なんでいらっしゃるんですか。いや、僕は旅行、普通に旅行で、はい、まあ、気分転換じゃないですけど、はい、なんかこの、就職が無事決まって。無事決まりまして。あ、おめでとうございます。いやいや、でも、はい、山下商事で、はい、最終面接で、落ちたっていう経験が、僕なんかすごい大きくて、あ、なんでやったのって、いまだにわからないんですけど。僕もね、その、はい、やっぱり、ね、大人数、最終面接するんで、はいはいはい。ちょっとね、理由までは覚えてなくて、いや、僕もね、本当のこと言うと、一人一人アドバイスをしたいんですけど、はい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 、はい。まあ、でもそれはあくまでも、やっぱその日のパフォーマンスだけであって、なるほど、なるほど。だから一概に、ごめんなさい、僕も覚えていれば、特に、具体的な原因っていうのはない場合がもあるっていうことですね。もちろんみんな、はいはい、皆さんやっぱりすごい人になると思うんで、はいはいはい、あくまでもその日にやっぱりうちの会社と合致したっていうのが、あ、でも僕もやっぱ面接当日すごい、まあ、オンラインでやったんですけど、はい、リモートで、あ、そうですそうです、はいはいはい、すごい緊張してて、うん、このなんていうんですかね、画面越しにお父さんとこう喋った時になんか自分を発揮できなかったっていうのがあったんですね、はいはい、だからなんか終わった時はもう一回やり直したいという気持ちあったんですけど、はい、でもまあ、はい、お父さんの判断っていうのは全然正しかったと思うんですけど、まあ、僕一人の判断というよりも、はい、まあ、僕が一応上に報告して、はい、まあ、それでいろいろみんなでこう会議を重ねて、はいはいはい、決まるんですよ最終の的にはね、でも、はい、僕の中で強烈に思い出に残って、でもやっぱ最終面接まで来たっていうのはやっぱりすごい良い人材だと思うんで、はい、ありがとうございます。まあ何が原因で落ちたとかじゃなくて、はい、もうそれはもう、しっかりってっていうのがいいんじゃないかなと思います。でもこうやって、オーストラリアでお父さんに再会できると思ってなかった。いや、すごいですね。いや、そう、だからそれぐらい覚えてたんですよ。はい、あ、そうです。で、はい、僕もね、やっぱりアドバイスしたいんですよ、やっぱり。はいはいはい。でも、ごめんなさい、やっぱりそこまで覚えてないんで、はい。でも、まあ、ね、この、別の会社同士で、お仕事で、またお父さんとお会いした。お父さんっていうのそれなんやねん。ご一緒できたらめっちゃおもろいやん。なんなんすよ、お父さん。いや、もうそれやん、落ちたり。思い出したわ。めっちゃおもろかったもん、あれ。いや、僕悔しかったです。本当に悔しかった。俺みんなに言うたもん。就職面接来たやつ、俺のことお父さんって言うのね。それめっちゃおもろいで、それ。すみません、お父さんプライベートだと。お父さんです。すみません。いや、偶然でやってる。待て、はい、まず面接の時いつもお父さんって言ったんかい。面接官のこと。ああ、どうやろ。あかんぞ。他にやっぱこの自分の経歴とか伝えたいことをメインで頭いっぱいいっぱいで、どういうふうに呼ばせてもらってたかあんまり、記憶は定かではないんですけど、はいはい、でもお父さんとの面接一番印象的な。そう、よくないよ、はい。お父さんって。何や、お父さんって。どういうニュアンスで言ってんの、お父さんって。いや、印象的だったもんです。すいません、ごめんなさい、撮影中に。ごめんなさい、すいません。あれやね、その、別にお父さん的存在やからお父さんって言ってるんじゃなくて、年上の人に対して、お父さんみたいな、そのなんか、ねえ。あ、そうです。はい。失礼のないように、はい。実際の母じゃないのに、お母さんお母さんみたいなこと言いますでしょ。うわ、どういうニュアンス、自分ではちょっとごめんなさい、わからないんですけども、うん、はい。やっぱり、それぞれ、はい。もちろんお父さんお母さんにも、いろいろ、何やねん、そう、御社のお父さんお母さん。今後、お世話になる。絶対あかんで。それでよ、君。はい。採用されたんでしょ。あ、はい。その時も、まあ、同世代がやってる会社なんですけど。はい。ああ、はい、じゃあお父さんお母さん言う機会なかったんだよ。ああ、で、言ったかな、あんまり僕、定かで、そこあんまり僕は、はい、着目してなかったもん、うん。はい。すみません、ごめんなさい。また、こんなとこで出会えると思ってなかったんで。はい。ああ、はいはい。はい。
あの、落とした言葉またこの、それやからな。秘めて、はい、落ちた原因。今、うん、絶対それやから。はい。お父さんって言うな。失礼します。すいません。うん、お疲れ様でした。目線合わせる感じもちょっと腹立つから。ありがとうございます。うん。オッケー。